ご無沙汰しております。デザコイの影丸です。今宵もあなたに素敵なデザイナーズ物件を紹介いたします。本日紹介する物件を分かりやすく一言で説明するならばこうです。3階建てテラス付きメゾネット、閑静な住宅街に建つデザイナーズアパートメント。本日は石神井公園に来ております。石神井公園は緑が多く駅前の利便性も高い街です。西武池袋線の中では家賃相場は高く人気のあるエリアになります。都心へのアクセスが良く、急行、快速、通勤急行などが停車し、池袋駅までは乗り換えなしで急行で約15分、副都心線直通を使えば渋谷にも1本で行くことができます。南側には大きな池がある石神井公園があり、自然を満喫できる点も人気の一つとなっています。実は私影丸もこの石神井公園に住んでいたことがございます。ずっと住みたいと思える良い街であることは私が保証いたします。物件に到着しました。白と茶色の箱型のブロックを積み上げて作ったような建物。お部屋の広さが異なる3部屋が横につながっています。コンクリート打ちっぱなしにはない遊び心とぬくもりを感じるデザイナーズ物件です。こちらの物件、お部屋の大きさによって S、M、L と振り分けられています。ポテトのサイズみたいで分かりやすい。パラパパパ。中央 S の部屋にはこちらを通って入るようです。今回紹介させていただくお部屋は一番広い L のお部屋になります。それではお部屋を見てみましょう。玄関ドアを開けるとモルタル仕上げのクールな床が目につきます。室内階段に奥行きのあるお部屋が見えますね。日差しがよく入るのがわかります。玄関側が南向きです。玄関収納はパイプハンガーと棚がついています。玄関ドアはガラス製、カーテンをつける必要がありそうです。アコーディオン網戸付きで換気の際は重宝しそうです。1階奥は 9.5 畳の空間が。モルタル仕上げなのでここは土足で利用するスタイルでも OK です。段差に傾斜をつけて自転車やバイクをいじったりする作業スペースとして使えそう。あとはアウトドアやスポーツ用品など趣味の道具を大切に保管するスペースとして使うのもありですね。エアコン付きですのでどんな用途でも快適に過ごせそうです。2階に上がっていきましょう。白の室内階段、シンプルで心地よいです。ダイニングキッチン 7.7 畳です。2階からはフローリングとなり優しい雰囲気。1階と比べるとコンパクトな一室。どうやらキッチンや水回りは2階に集約しているようです。キッチンはステンレスでかっこいいデザイン。 IH4 口と贅沢。こちらのスイッチはキッチン照明のスイッチでした。
ちん横には小さな押し出し窓、外を眺めてほっと一息つけそうです。備え付けのラックには配線が組み込まれており、スイッチやコンセントが埋め込められています。天板には PC 作業を想定して配線穴がついています。無駄な配線は隠したいものです。2階南側に腰高窓、2階も光がたっぷり入ります。北側にはバスルーム、3点ユニットですが、なんと広いこと。ガラス張りとなっているので開放感もございます。ここまで広ければ圧迫感もなく快適に利用できそうです。バススペースのみカーテンレールで隠せます。換気用の打ち倒し窓が1箇所ついています。続きましてメインフロアのご案内です。準備はいいですか？洋室 11.5 畳です。こちらが建物の最上階となっています。光がたっぷり入る気持ちの良い空間です。おやおや、ウィッキー、朝日を浴びて居眠りですか？それぐらい気持ちが良いってことだね。天井は屋根の形状となっており、開放感を感じます。奥はオープンクローゼットのある空間。カーテンを仕切ってここを寝室にするのが良いかもしれませんね。ところどころ貼られているこの青いシール、リフォーム作業を行うチェックシールになります。綺麗になるので安心してください。この大きな窓、この先は回してスラットの位置を調整、引っ張って昇降させます。ブラインドを畳むとその先にはテラスが。テラスに出てみましょう。こりゃ気持ちいい。ここで大の字で寝たい。日焼けオイル塗ってサングラスかけてチューチューメロンソーダ飲んで、そりゃもうノリノリで天は笑いはしないのだ。本日の内見は以上になります。お疲れ様でした。ルームマップはこちらになります。愛くるしいその独特な外観にときめきました。
抜群の日当たりの良さを感じることができるおしゃれなメゾネットアパートです。テラス付きや1階のモルタル床、広々3点ユニットなど、できるアイデアを存分に詰め込んだ物件ではなかったでしょうか。閑静な住宅街で充実したプライベートな時間を過ごしたい方におすすめです。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の物件いかがでしたでしょうか。デザコイ東京は物件に恋をするをテーマに、東京にあるデザイナーズ物件を紹介しています。都内近辺でお部屋を探されている方いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。私が丁寧にサポートさせていただきます。アイコンとサムネイルのイラストはイラストレーターのザートミさんに描いていただきました。可愛くてポップなイラストを描かれている方です。概要欄にザートミさんの作品が見れるページリンクを載せておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録がまだの方、ぜひ登録よろしくお願いいたします。それでは次の物件でまたお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。なんだ、剣士募集。なれるのか、剣士に。私でもなれるのか。30歳、今からでも間に合うのか。ここで修行を積めば。拙者の名は影丸、目指すは天下無双。入門を希望する。あんちゃん、何？ここ子供の剣道教室。あ、そうなの？残念。